張ですね。はい。もう興奮してます。そうです。試合が始まる前から。試合が始まる前から、もうこちらがドキドキします。そうです。玉井はキャリアが7年、一方の中山は1年であります。玉井は石川県、そして、中山は大阪の出身。玉井左側が38番の中山。相手の出方を待っております。玉井、中山から仕掛けていきました。いい距離だ。はい。あれ止まったらあるなぁとですね。そうですね。中山選手、うまい。速いです、本当に。さあ、玉井しがり。前蹴り、前蹴りだ。玉井の前蹴りを避けて、後ろの前しがり。うまい。そして速い技を持っております。中山。キャリア1年と言いますから顔には笑みさえ浮かんでおりますが、ちょっと相手になっております玉井選手が中山のペースにはまらなければいいと思います。上段の回しより玉井はじっくり見て中段を突きました。剣の重さという意味です。玉井の方がどうかありそうな感じ。回しよりが効いたか。茂りが引きましたか。ちょっと一瞬顔をしかめました。赤中山選手の方に注意が1回掴んではいけない。しかしここにいます中山選手、非常に稽古を励んでいるようですね。動きはもう全然止まらないですから、はい、動きは1、2、3、1、2、3の低い、高い、はい、右、左と、いいですね。玉井選手よく見てます。玉井が23歳、中山21歳。いいですね。あー、今度は右足です。相手の右足を攻めました。今度は下の方に注意が1回。お互い1回ずつ、注意が1回ずつ。中山、積極果敢に攻めております。玉井も負けておりません。前蹴り、前蹴り、1回、2回。今度は膝蹴り。中山の膝蹴り。前の選手、気持ち強そうですね。そうですね。うまいです。前蹴り長いですね。ビここです。あれは止まっちゃいけないですね。あのままやるべきです。そうですね。指針の声がかかってますからね。指針がピッと手を吹いただけです。左側中山、1m76、積極果敢に攻めました。ここで太鼓が一発。試合時間の3分が経過いたしました。乱れた空手着を直して大山最高師範をこれから判定をかけます。赤が1本2本主審はドロー引き分け。大山最高師範引き分けを選しましたので、この後延長に入ります。長山選手、はい、マイルを流して引くという意味ないです。ああいう技が速くなかったら、なんか稽古積みが得意な技なんですね。あ、そうですね。もう一瞬持ってしまいましたか。金的に入りました。
ました。ここまではいい試合だったんですけれどもね。先ほどからシャンおっしゃってるように技が多彩に、しかも右左、区別されてきますね。そうですね。さて試合を再開いたします。右が前、左が中山。いい感じではあったんですがね。延長戦の2分が切れました。おー、Vサインをしました。両手を上げた。なかなか度胸のいい中山。いいですね。はい。判定になります。これはもちろん赤1、2、3、4本。中山武雄選手初段であります。決勝進出を決めました。中山選手というのは前からご存知だったんですか？いや、今回初めて見ました。ああ、そうですか。